なら。ありがとうございました。まあ、見てる限りではミッドレーンやってた方がいいと思う。ミッドレーンもじゃあ見てくれるってことですか？今から？今から、うん、別にいいけど。無料ですよね。まあ無料だよ一応。本来1万円取ってるんだけどな。なんだよ、羨ましいか、羨ましいか。アニビアだとちょっとさ、あれじゃん、 TF にしよう。 TF の追い方を教えてほしい。うん、 TF は難しいね、非常に。まあ、でも TF だと他の面を見るって言ったら、まあかなりいいんじゃない。どういう情報を得てるのか参考になるでしょ。あのさ、ちょっと待って、聞きたいことがあったんだ。クレットミッドどうだと思う？いいんじゃない別に。じゃあその感じで、そういう感じだみたいな。そういう感じじゃなくて、どういうこと？俺が今から始めようと思ってたの。でも断念思考やってんの。なんでやるのクレットミッド？意識を変えるため、イケイケになるため、あとアサシンのカウンターであるため。いや、このゲームなんかその、なんだろう、イケイケな気持ちを出したら勝てるとかそういうゲームじゃないんだけど。じゃあ、あまりにもそこら辺の感性が培われてないかなと思って。あ、なんかその普通の人だったらサブアカとか作って生きる方法を覚えたりするけどみたいな、そういうこと。そこの部分をなんかクレットの生き、うん、まだなんか TF とかアニビアはまだわかるけど、ある程度ね、どう突っ込んだら同心でさ、ギリギリで生きるのかなとか、ちょっとこのゲームまだ分かってない感があるから、そこら辺を培えるかなと。あと、クレットはあれよ、イニシエート。ギリギリの戦いとイニシエートがしたいってこと？イニシエートよ。だって、なんていうの、最近の俺のさ、テーマがコールだったの。あ、うん。それを、クレットが一番いいのかなと思って。まあ、いいんじゃない？いいと思うよ。別に、その、イニシエートってさ、やっぱ状況判断からするもんじゃん。結局。今、イニシエートできるなって思ったからやるわけじゃん。なんか今戦ったら勝てるなと思ってイニシエートするわけで、クレットになったからしやすいっていうのは、アルティメットがあるからその分範囲が広くてしやすいよねっていうことなのであれば、状況判断が現状できてるんだったらクレットは使えると思う。じゃあダメだ。わかる。いや、なんかその今できてる、今その、うん、戦えば勝てる状況なんだけど、使ってるチャンピオンが戦うの始めるのに向いてないから自分でプレイを作りたいっていうんだったらクレットはいいと思うんでね。今当たったら勝てるから、俺がアルティメットで入ろうって言うんだったらわかる、うん、けど、その、なんかクレットをやってたらいきなり状況判断ができるようになって戦えるようになるかって言われたら別にそれはない。じゃあ、その状況判断をできるようになってからクレットをやるってことですね。そう。なるほど。状況判断をしながらクレットをやってもいいよ、別にそこは。だからアルティメットずっと使ってるうちに勝てるよ、これは勝てる、なんとなく勝てるんじゃないかとかっていうのが分かるようになってきたっていうのはもしかしたらあるかもしれないから、別にそれはやってもいいと思う。わかりました。で、今回はちょっと一泊置いてからアドバイスをいただいてよろしいでしょうか？ああ、分かった。その全ての俺の例えばバロンら辺の一連の動作が終わったら今のはねみたいなのでお願い してください。お願いします。 OK。対面何これ？タリア。珍しいチャンピオンだな。でもちゃんとクレンズ持ってる。ジャングルヌーヌでトップガレン。ガレン対オラフとかバチバチじゃん。もう超ガンク刺さるよあれ。あれ？ジャングル2台かこれ。サポートヌーヌか。惚れ惚れするだろ。ミニオンの出撃だ。ん？これスタンビ喋ってる？喋ってないよ。あ、喋ってない。うん。そういう回だから今回は。なるほどね。いらんから喋るとか。そういうもの求められてないから今。そろそろレイズだ。構わないぜ、いい気分だ。
何が出るかは運任せ。そっちか。ああ、いいだろう。うん。下がって結構行ったじゃない。上側にポジションを取るな。はい。カードを配る。もう聞いてんのか。はい。雷神さん。はい。いい感じだな。はい、言ったじゃない。いいだろう。なんか俺の方がうまいゲームが今後出てきたら俺がコーチングしてあげるから。返しに。待ってる。うん。乗るかソルか。フォートナイトとかいいじゃん。フォートナイト。フォートナイト教えてあげる俺が。建築の仕方わからんから。一から。ああ、ミニオンウェーブ体で止めろ。でリコールも止めろ相手の。なるほど。ああ無理か。ああ、いたな。当たんのかそれ。事故だろ。知らんさら。あー、アリスタ来てんな。うん、ファーストリコール。うん、でもこのタイミングのリコールが TF は一番いいと思うんだよな。レベル5直前ぐらい。そっちか。レベル5がいいと思うけど、だから今の、まあ、キャノンウェーブだからまだいいんだけど、この後さ、レーン戻ってさ、ウェーブちょっとクリアしたら、レベル6になってアルティメットのタイミングが一番早い段階で訪れるじゃん。マナがある状態で。このタイミングが割とリコールとしては、いいタイミングかなっていうふうに思う。休んでる暇はないぜ。フリーズかな、フリーズ。え、マジ？押した後できることないじゃん、今6にならないから。構わないぜ。いつも押しちゃうな俺。じゃあ押した後に、まあ、例えばニダリのフォローアップとかができるんだったら別にそれでもいいんだけど、まあ、今のタイミングでね、今押して、今押すじゃん全力で。押したらさ、あそこのとこでさ、戦えるじゃん。ダリアもさ、それに合わせなくちゃいけなくなって、今なんか無理やり押してるけど、そのタイミングがハラスができるわけじゃん、これ。な？なるほど。で、下見る余裕ができるわけ。マナは取っといた方がいいけど、上チラッと見た方がいいな。あれファイターとファイター、まあこの段階だとファイターとファイターみたいなもんだから、かなり1回の介入で多分パワーバランスかなり崩れる。あそこ OK。 あそこのレーン行くの難しいよな。走ってってもいいかな別に、そのウェーブがいい感じになった時に。アルティメット使わなくても。今後ニダリと多分ウディアがかなりジャングルの中で出会いそうだから、そのタイミングだけ寄れるようにウェーブをコントロールした方がいい。無理かこれ。ああよく狙うなそれ。いいだろう。
ボットかな、チラ見してリコールかな。あ、そんな、そう、まあ、ヌヌがあんまりレーンでなんかしようとしてないから、下側にワード、ピンクワード置いた方がいい。どういうこと、どういうこと、下側にってのはここだから、ヌヌがさっきからなんだっけ、あれ、うん、E かな、 E だったっけ、 W だっけ、なんか W か、うん、W でガンクしようとしてて、そこのビジョンを相手は今後取ってくるだろうから、その取ってくるところを捕まえられる可能性があるじゃん。そっち側にワード置いとけば。上側はもう正直あれなんか捨てていいから、あれもうこの段階になると、まあ、これプッシュした後に走ってみよう、トップに全力でプッシュした後ね、もしくはフリーズかどっちか、レーン状況見て判断するか、近だな。今日はついてるぜ。まあ、それ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 戦えるじゃん。まあ、若干遅かったな。まあまあまあ、アルティメットあるし、あ、タリアもいけるじゃん、ゆっくり。もういいね。What? あ、もういいんじゃない。おお、まあしょうがない、バックさせるのがいいと思う、バックさせるのがいいと思う。ただミナリフラッシュないんだよな。ナイスボット、素晴らしい、いいボット、バックしよう。若干遅れたのが、ブラッシュ切んなくてよかったな。もう引いたかな。うん、ウリアのその反転、反転っていうか、何やってんだこのヌヌ。いいじゃん今のピン。ワードに移ったのは危ないよ、ピンは鳴らすんだけどさ。可能かな、さっきの試合みたいな。なんでそこにワード刺したの今。これレーンワード、だからなんで刺したの。タリアロームしないかなって、だって上はいっぱいワード置いてるじゃん。でタリア今アルティメット使ったばっかじゃん。置かなくてよろしい。まあどっちかって言ったら下の方が欲しくね。さっき言ったじゃん、だって下の方にワード欲しいなって話。そうそうそう、でそのなんかレーンにワード置いとくとさ、こうやって下に行ったら 見えるから、こうピンを刺せるみたいなのを聞いて、レーンにワードを刺すんだけど、僕はじゃあどっちに行ったのも見えるからだよね、要するに、うん、ミッドが押されるじゃん、うん、なんかプッシュ能力とかの差でミッドがロームが早いキャラっていうのはプッシュ能力があるじゃん、でワード刺しておくとプッシュされた後にどっちに行ったのかが分かるから、その対応ができますよって話で、別に今必要かって言われると別にそれは必要ではないんでね、下側にワードさせるから。全てはカード次第だ。上側にポジション取ってプッシュできることないから。おお、まあ下にワード置いとくべきだったな。宇宙海賊になるってわけか。ファック、ちょっと、なるほどね。そっちか。ボット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 。無理か。ミッドだな。もういいよそれ。あ、真ん中を通った方がいい。そういう時。中間？ジャングルのところ？要するに。そのミッドにも行けて、ボットにも行ける通り。うん。見といて、まあ無理そうだったら上行けばいいし。なんか、行かなくていい、行かなくていいけど。これは行かなくていいけど。行かなくていいの？行かなくていい、行かなくていい、行かなくていい。ああ、今腕は見えたから、まあ行ってもいいけど、別に行かなくていい、それ。今じゃない。今押してるじゃん。今動けるじゃん。
でもそのミニオンがさどうなってるかでやっぱり動けるか動けないかが決まってくるから、まあそっち奥まで行ってもリバー今多分取れないから、コントロールがそこ壊すとかだったら別にいいけど。やばそうだな。その手前がジャングルに入られるか入られないかのとこにはワードを刺した方がいいかな。ここ？まあうん。で上かな、上見といた方がいいかも。青いカードを選びな。ニダリーが、あ、ニダリーがこっちのウルフに行っててもここにワード置いた方がいいな。あった方がいいよね。その今もうだってタリアのがプッシュの優先権を持ってるじゃん、うん、タリアがプッシュした後に TF がファーム触ってるっていう状態だから、その状態でタリアがどうなったのかっていうのをボットサイドは確実に把握しておかないといけない、ね、ガレンはどうでもいいけど別に。余裕だな。タリアボットサイドなんだよな、怖っ。今上終わったの、あオラフなのか。そこ行かなくて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 いい。ミッドせミッド。タリア行ってるけどもう無理、もう無理。普通にその事前にワード置いとかないとやっぱ後からはいけないから。ミッドピン鳴らして、これ折れて、うん、まあ、俺に何してもとりあえずできるだけ殴った方がいい。いやもう無理無理無理、エズがもうピンを鳴らすのは分かるんだけど、気持ちは分かるんだけど無理。あ、行ってもいいぞそれ。お、イグナイト、あ、まあ無理だな、無理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 。まあガレンフリーだからなこれ。入ります、うん、まあしょうがない。でこの後さボットにいつもスプリットに行くんだけどいいの？いや良くないかな、ミッドレーン守れないでしょ、エズ。ウェブクリアの問題で、うん、ミッド走った方がいい。まあ、ガレンが行くべきだね、 CTU なら。ガレン行くでしょ、どっちにしろ。あー、そいつがフラッシュないならありだけど、どうなんだろう、ないのか。いいじゃん。ミッドレーン折れるね。ミッドにピン。タワーに、ね。うん。やば。まあそんなでもなさそうだけど。でこっち人数いてポークできるから、まあ折れるんじゃね。ボットも行ってもいいよ。バックピン耐えといて、そこにミッドに、ミッドにバックピンでボット走ってファームファームファーム。あれ消えるとかなりロスになる。ここなくていいの？もう見なくていい、そこは。そこはもう見なくていい。そっちか。あそこのピンク、ピンクは置かなくていい。いい、いらない、いらない、いらないんだ。うん、ボット押せ押せ押せ、別にいいからいいから、来ない来ない来ない。ワーディングしないの？うん、とりあえず早く押せ。まあ、それももうバックだな。そのウェーブがかなりウェーブを食って、そのロストした経験値がかなりのものになってるから今ので、ミッドレーン集まって折れたのはいいんだけど、その間に誰もファームできてないから。あー、なるほど。タワーに座れるとか考えてたけど、それは考えてなかった。で、ビッグウェブ相手に押し付けられれば、まあその分だけ動ける時間が増えるじゃん。カウンターで動かれる危険性も減るから、他でね。ミッド、おってカウンターで全員リコールしなくちゃいけないタイミングで、もう一回ミッドに相手がプッシュしてきておられちゃいましたじゃ話にならないから。ボットにウェーブが押せてるのであれば、相手がボットに人数をかかなくちゃ、かかなくちゃいけないから。まだあれミッドいいんだよね。あ、ミッドでいいよ。ボットに行くことはあんまない。本当に終盤だけ？
うん、まあ終盤、終盤も別にそんな、なんかウェーブクリアできますよぐらいで、そんなでもない。あれ、これガレンイグナイトかなんか TP 持ってんの？なんでボッていかねえんだろう。ヘラルド触ってもいいよ。ヘラルド、ヘラルド、今勝てるから。なるほど、なるほど。なるほど。これフォロー入ってんね。ああ、これやばそう。タリアかな。こっからだとアリスタしか狙えんけど。タリア強い。バック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 。ああ、ゆっくりだな、ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくりね。ああ、死ぬか。もう一回。やば。ああ、おっと。まあ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 、まあ。そうだな。あんまり、なんかその赤バフでの戦闘よりかは、ヘラウドの戦闘の方が良かったね、タリアがいるから。アルティメットで分断されたらダメージ出せないじゃん。そうね。ヘラルドか。そうかそうか。このヘラルド覚えとかないとな。多分ね、俺普通だったらナーナーでミッドでファームしてる。今触れるタイミングだってね。普通に広いところで戦ったらダメージ出しやすかったし、回答しやすいし。あのウェーブ押しに行ってもいいよ。タリアのとこ。そこワード刺しといた方がいいかも。そのミッドが押し込まれた後、ここで今はまあ別に押してるけど、相手がミッドに人数を抑えて押し込まれた後に、そのミッドが対応できなくなって視界のコントロールが取られた時に動けなくなるから、うん、寄った方がいいね。まあポジショニングがいいかな。まあそこら辺適当にピンク刺して視界取られてないの確認してもいいけど、うん、奥奥奥見た方がいい。タリアタリアタリア、そいつじゃなくてタリアタリア。あ、おいおいおい、見ろっつったんだよって。行くなよ、なんで行ったんだよ。じゃ全体を見ろよ。だってお前オラフにずっとダメージ出したって倒せるわけないじゃん。チームプレイしろよ。なんでそこで1対1するんだよ。おいおい、ちょっと待って、ちょっと待って。なるほどね。オラフじゃダメなの？だって今の、あ、だって追っかけてって倒せたか今。オラフアルティメットなのに。倒せない。すげえ早い段階でアルティメット出し、打って、味方のフォローアップができてたら、もしかしたらあそこの2人倒せてたかもしんないわけ。そのマップ全体で、一番最初にオラフにゴールドカード投げたのはいいわけ。うん、その、飛んできたやつが動けなくなるから。うん、その間に取れる時間ができて下側見えるようになったのに下側を見ないから。欲しいでござる。何が出るかは運任せだ。何いないだ俺。キャノン。今日はついてる。うん、ガレフリーだからまだ別に当たんなくていいかな。ミッドに TF いるとウェーブがある程度クリアできるから。ボットタワーフリーじゃないそれ。
ボットタワーフリーかどうかをガレンのなんかその押し具合で確認するんだよ。でその押し具合をその確認したら何をする？もうだから 味方に対してバックピン鳴らせるじゃん。味方に対してバックピン鳴らせるじゃん今の絵図に。だって押せてるの分かってるんだったら。それも前出なくていいよね。うん、しゃあない。その売り場倒しに行った方がいいでしょ。バックかな。それ以上、あー、ガレンが来てるけど、来てるけど、ミッドのウェーブクリア狙った方がいい。とりあえず、ミッドのウェーブ。ミッドのクリア、これ。これミッド？あ、ミッドのクリア。ミッド、ミッド、ミッド。なんだ。その下側にポジショニング取るのよくわからんかったんだけど、どういう意図があったの？どこで？今の、なんか、そのミッドじゃなくて下に行った意味がよく分かんなかった。ここ うん、でその下に行ったじゃん。まあいいや、それは後で。はい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 。QSS あるよね。ジンは。ミッドかな？ミッド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 。ミッドタワーにピンを鳴らせ、とりあえず。トップ。ウェーブ。じゃあ、状況を見ろよ、とりあえず。どうなってんのか。OK。うん、構わないぜ。リコールかな。もうワンウェブは、まあ、押してもいいけどミッドタワー折れるかも。相手はリコールしたな。うん、押してて大丈夫。あー、アルティメットで下がった方がいいね。うん、いい感じだな。ミッドミッド、今度はミッド。タリアトップだよ。エズがさ、エズがさ、なんかすげえ前に出てるじゃん、うん、気になるじゃんあれ、うん、あの位置は ADC として通常の位置じゃないわけ、うん、でさっきあの状態で捕まったんだから、うん、あいつの動きには注目した方がいい。わけわかんない動きしてる。これはこいつが捕まったらゲーム終わるから、あのトップのウェーブを捨ててもいいの、うん、エズをフォローするために。別にいい、うん、そんなに関係ない。あのトップのウェーブ捨てるほどの量じゃない。捨てるとかいうなんか消えたって感じで、上が、赤バフが、その、なんかタリアが浮いてるじゃん、今。うん、で、ニダリがいて、で、槍投げながら入れるわけだから。もう一回ミッドの上を押してからね。CG かな？ああ、オラフ。下。なんでそっち行った？味方の方に動けよ。そこにあるよな。なるほど。うん、まあ、なんか相手も深かったからそんなに。そう、まあ、こういう時になんかピンで誰狙うのか一番見えるやつが鳴らしてもいい。うん、例えば今のさ、ジン狙いに行ってたらさ、追いつくわけじゃないじゃん。で下で挟めるオラフ側をフォーカスしてた方がいいわけだから、オラフにピンを鳴らすとか。なるほど。だって暇じゃん今、まあ、あとはウェーブの状況見たり。これダメ？こうだべ。あ、そうっすよ。まあそういうこと。味方が倒された。友情ってのは脆いもんだ。そっちか。
トップかな。トップ無理だな。視界のコントロールか青かどっちか。青だな。いや行かなくていい、行かなくていい。トップウェーブを捨てて、ミッドこのウェーブをしたらバロンサイドの視界のコントロール。オーケー、今のピンクの位置は合ってる。え、じゃあ浅い、ここ位置がってことね。いや違う、もうちょいバロン側、中側ってこと。そこの視界はもうほぼ取れてるから。なんでかっていうと、一番上のトップのウェーブが押せてるから。今度は向こうが一番中心側になるわけよ。こっちは中側になるわけ。だから外側はあっちの奥。タリア浮いてる。ミッドでもいいと思うけど、それなんかよくわからん動きしてる。タリアがその寄れるけど遅い。そのエンゲージを狙ってもいいって話。例えばオラフいたじゃん、あれ。今のタイミングだったら、あそこら辺に絶対ポジショニング取ってるから、今行かなくていいよ。今じゃないけど、トップレーンが押せてた状態で、相手が、なんか、動きとして今怪しかった、かなり。狙ってもいいタイミングではあった。クレンズとか QSS やるとき、そんな無理した動きしねえんだよな。ウルトでオラフのとかで飛んだ方が良かった場合もあったってこと？あった。今じゃないけど、今はもうなんかミッドしてさ、そのエズとニダリにポークさせた方が便利じゃん。休んでる暇はないぜ。これ押した方がいいよね、インファやってるけど。押した方がいい、押した方がいい。押した方がいい、押した方がいいって言ってんじゃん。なんで自分で押した方がいいって言ったのに。そっちか。で、今だってフリーじゃん。アルティメット押し使っていいよ、それ。ミッドレーンにプレッシャーをかけたかったっけ、それは。ミッドレーンに今プレッシャーがかかってる状態で TF のアルティメット来たら、そのミッドに向かう一直線のルートを通れなくなる可能性があるじゃん。そしたらミッドレーンが折れるわけ。タリアがさ、そのウルトを使ってさ、イニシエートしてきても無視してミッドをしてもいいの？今の状況だったら可能だった。別にイニシエートっていうか、なんかただ壁出しただけだしな、あれ。ダメな場合はイニシエートではない。なんか味方が分断されてもうそろそろ捕まりそう。まあそこまでいったらもはや押した方がいいけど、なんだろう、相手のタンク陣がイニシエートしてたら行った方がいいよね、もちろん。ん？タリア？タリア？ああ、ミラリいいね。QS だもん、やったか。まあまあまあ、バロンピン。まあ、ウリア倒してからでいいけど。で、バロン。うん。そこブッシュバード、なるほど。俺こっちにいた方がいい？いや行かなくていい。行かなくていいの？ああ、これで取られるんだったらジャングラーが悪い、さすがに。こういうの止めなくていいの？ああ、 DPS 出してて、だってジャングラーじゃないし、相手ウディア死んでるから。リコール。これピンなし。あ、いや、まあ折れるんだったら別に折ってくれてもいいけど。もうろいな。ワード買った方がいいな、それ。ピンか。いつも忘れるんだよな。うん、バレンが最強だな。そうなってるね。入り方が毎回いいしな、カレン。相手のオラフがかなり機能してない。CS やば。
ボットを押すの待って。今日はついてる。それミッドセカンドまだのあんのか。じゃあその下側のブルーサイドのプッシュらへんにピンクで入り方としてはそっちはディーバーからだね。相手側のジャングルの中はそこそのエズがいるとこ今そこにピンク、うん、相手が刺してきても気づけるじゃん。もう横言うともう一個あればその次のところにも刺せるんだけど、まあ S 怪しい。いいエンゲージ。ブリュイヤーを止めて、うん、事故だね。エズなんで前E するんだろう。でもスリーマンノックアップ食らったし。ピピール。ファイトしきれそうじゃない？うん、できそうな感じはする。ガレン次第だな。これとアイテム買った方がいい。ピンクいった方がいい。あー、アイテム買ってピンク買えばいいんじゃね。これラスト打ってってこと？うん。アルティメットで入るつもりなの？ありますよっていうご報告なんだけど、うん、いや、はい、いや、味方、それイニシエイトすると思うでしょ。ああ多分、いや、俺だったらそう思うよ。これ行く？あ、それは行ってんじゃない、それは行ってんじゃね。あ、バックバックバック。いや、俺それ R 使って入るのかなと思ったんだけど、やば。俺これサイドレーン行っちゃダメなの？いいよ、行ってトップでミッドにバック。ああ分かってきた。お前トップに出しとけ。わっ、あ、なんだそいつ。ああ、そこか。ああ、無理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 、ギブギブ。トップトップトップ。ああ、そこワード刺しといた方がいい。インカンドだ、そこ。だいぶ怪しいな、なんかバロン取った後の動き、あ、危ないです、ここ。タリアかな。タリアか。ああ、うん。タリアだな。遅かったな、っていうか今の、そもそも。まあ、どっちかっていうと、なんだろうな、なんか。バロン取った後詰めるの下手だね。これはスタミガとかじゃなくて、なんか全体で事故かな。事故っつうかさ、なんかさ、うん、雑になってるよね、かなり全体的に。まあ、イケイケになるよな、バロン取ると。うん、賞味ドラゴンギブ。俺が試合畳めないのはよくあるからね。その例えばさ、エズが前ブリンクして入りましたってなったって、エズが死にましたまでだったら分かるけど、その後スリーマンノックアップ食らうじゃん、うん、そこがなんかポジショニングとして浅いよね、かなり。なんだろう、まあ一人死ぬのは別にいいとしても、なんか他の二人がなんかニダリと TF が捕まっちゃうのが良くない。一人死ぬ時点でかなりだいぶやばいんだけど。何が出るかは運任せだ。怖っ。
すげえうまくやれる自信があるんだったら、うん、なんかリバーの視界と敵のジャングルの視界とってスプリットしてもいいよ。いいだろう。オッケー。相手が動いてきたのに対して対応して味方と合流して戦いを起こすってことができるんだったら、基本的にそれをいつも浅くやるんだよね。別にそれでも大丈夫。すげえな。おお、強えな。あ、いいぞ、アリスタ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 でいい。アリスタでいい、手前からでいい、手前からでいい。ミッド、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 ミッド。ミッド、バロンじゃなくて？ミッド、ミッド。ミッドなの？お前はミッド。あ、俺がね、俺がね。そうっす。お前かなり経験値をロストしてる。俺が押してからバロンで。うん、そう。あ、枯れるでしょ、多分勝った方がいい。お、この2台イケイケだな。ただジャングラーいるのにジャングルのピットから消えるのどうなんだって感じだけど、いい感じだな。休んでる暇はないぞ。イズがまだ死にそうだな、あいつピン鳴らしとけ。今日はついてる。あいつピン鳴らしたら怒るタイプだけど、どうしようかね、困ったもんだ。怒られてる俺。うん、あいつピン鳴らしたら怒るし、ピン鳴らさないと死ぬしで、なんか全てはカード次第だ。ん？あ、今度はミッドでいいぞ。別にバロンバハルときはそのエズとニダリのポークができるから。マジこういう時ミッドなの？うん、全員でスプリットする意味がない。だって、うん、だってスプリットしたら相手がエンゲージしてくるじゃん。エンゲージしたらポークの利点を生かせないじゃん。ウェーブをクリアできるところに強みがあるから。今のところ視界取って前輪のでポークしてっていうの。で入ってくるとしたらアリスターじゃん。アリスターケアだね。あとは左上からタリアがウォールを作ってお前らが分断される可能性が1個だけある。俺だったら上側の視界も全部確認するけど。ああいったね。いいじゃん、ボットフリーで。でミッドポーク、かなりエンゲージの手段が消えたから。お前はスタンカードを適当に近いなんか反撃されないやつに投げて、こいつに2打。おお、すっげえとこ行くな、エズマジで。上そう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 、バック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 、戦う必要がない。下これボット行く？うん、やべ、はぐれた。大丈夫、あいつは勝てるから。で一回リコールしてもいいけどな、なんかその中途半端な感じ。まあそこ、おっとアリスターのさ WQ 読めてんだからさ、3人で食らうのやめようぜ。でも回復エズとダメージ合わせた方がいいと。まあナイス。あー惜しいな。まあボット折れるから。エンドこれ、エンド？いや、バック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 。ああ、相手の入りが悪いな。エンドできるな。3人で固まってきたら、多分、追えなかっただろうに。
まあでもガレン勝てるから終わんのかな。ガレンもなんか集団戦でスタミの視点で見てないからどんくらい強いのか全然わからん。うわーこれ、いや掘れるよ掘れる、殴れ殴れ、ガレン棒を殴りに行くのか。あーくわーくわー、うーん微妙だな。ニダリがキャリーしたな。どっちかってあのさ、中盤の CS を逃しちゃうのはなんだよ俺は。そのさ、トップにいつもだったら俺が行ってるところにさ行っちゃダメって言うじゃん。うん、その判断がさ難しい。タリアが行ったレーンに基本的についていってって感じなんだけど、なんか強みを生かせないから普通に。なんか TF のそのサイドレーンのプレッシャーが一番高い。まあ普通にガリオとかで考えてもさ、タリアもそうだけどさ、ミッドにいるときが一番強いわけよ。円形の範囲で上と下に行けるわけだから、トップにいると寄る動きしかできないわけ。寄るのが早いって言ってもタリアも同じだけ寄るのが早いわけ。同じ条件になっちゃうから。まあそうなんで、まあ、基本はああいう時は AD がトップに行って CS を取った方がいい。ADC をトップに送って、でサポートとジャングラーでトップサイド側の視界を取るわけ、うん、リバーからんで TF がトップとしてボット側に行けるようにしたいの、まあ、でもボットは一回連負けてその状態で進んでったから、まあ、ミッドにいるしかなかったの。トップにいたら死んじゃうから。でボット負けたのはお前がワードを置かなかったから。タリアがロームしてって殺してったでしょ。死んだね。あのそのなんか流れがあって、でしょうがないんだよ、もうそこまで行っちゃうと、うん、そのお前がトップに行っちゃうとミッドが折れるから、ウェーブクリアがあるのはその TF だけだったから今回の場合。その ADC が例えばシビアとかそういうんだったら、まあミッドに置いてても多分問題はなかった。そのさ、エズで、うん、タリアの場合だけそのサイドレーンに顔を出して、いや違う違う、ミッドレーンにウェーブクリアのないやつが置いたら問題。そっちね、うん、ミッドのタワーが一番重要だから。ミッドのタワーがなくなると TF かなり動けなくなるから、ミッドのタワーは守んなくちゃいけない。なるほど。まああと細かいところでちょいちょい投げるから、そこら辺直して。サーチがさサイドレーンをプッシュして、ああ TP 持ちではないやつと対面して、そっちの方が合流が早いからって話をしてたんだけど、うん、何の違いがあんの？ TP 持ちじゃないからっていうのはタリアには当てはまんないじゃん、まず持って、うん、今回はねアルティメットでやるか。まずそれの場合はまずサイドレーンに有効なスプリットプッシャーがいないこと。あーあーあー、そういうこと。チームファイトに優れてる合流の強いトップレーナーがいる、まず。だからエイトロックスとかがなんか寄ってきて集団戦参加できるとかだったらそっちのがいい。今回の場合はスタミが中央にいてガレンのフォローアップをした方が勝てる試合だった。ガレンが育ってたからね。もうスプリッターが潰れててみたいな時、俺しかスプリットできませんよって時に簡単に言えば行けばいいの。そういう時はそれでいい、そのサイドレーンに行っていい。なるほど。結局負けてるスプリットプッシャーはさ押されるしかないわけよ。まあそうね、押せないから、うん、そのラインを越えられない状態のところから TF が寄るメリットがほぼないから。 TF が寄ってってそのたとえ頑張って、まあ、そのかなり確率が低くなるわけよ。負けてるやつのところに寄ってって勝つっていうのはもう5割ぐらいなわけで、勝ってもその後につながるオブジェクトがないの、ボットサイドだと。ってなるとサイドレーンを一人で押した方が、うん、自分がそれなりの強さだったらタワーまでアプローチできるしっていうところに価値がある。まあだから要するに TF が持ってるアルティメットにおけるグローバルプレッシャーをどれだけ最大に使えるかっていうことをしたいわけよ、そのスプリットっていうのは。要するに TF 放置してたらタワー折られちゃうし、かといって寄るとチームファイトされて負けちゃうしっていう状況を作りたいわけ。今回はそれができないわけよ。サイドレーン行ったら相手の方が寄りが早いから、レーン勝ってて、レーンのプッシュ能力持ってて、うん、ってなると TF を倒されてその後にグループされちゃったりするわけ。そうね、それが良くない、うん、今回ミッドにいたのはミッドのプッシュ負けを絶対にしないように、ミッドに人数を割いてプッシュできるようにしてから
事前の策としてそのミッド周辺の視界を取ってって、そこで戦うっていう話をしてた、うん、でスタミがサイドレーンに行っていいかを確認してたタイミングはミッド周辺の視界が取れてなくて、なんかその仕掛けられやすい状態、ミッドが押せてない状態、だいぶされちゃう状態、うん、だいぶにじゃないにしてもチームファイトが起きる、うん、でチームファイトが5対4で例えば起きたとして、うん、そこに TF が合流してっても5対5になるだけなわけよ。まあそうね。でチームの構成の強みが別にそれは生きてないからする必要がないってこと。でもその他のウェーブはさ押せてるっていうのは利点ではないの？その俺がいた、もともといたレーンが押せてるっていうのは、まあ押すとしたらボットがトップになるでしょ。うん。であの状況とかでミッドとかで、まあ、5対5やって、まあ、なんかわちゃわちゃやってさ、なんか、まあ、勝つのか負けるのか、まあ、多分勝たないと思うけど、その状況から、まあ、イーブンぐらいになるじゃん。仕掛けられた状態って絶対弱いじゃん、うん、まあ、そのスターミーがバックラインに入ってってジンとかを一発で殺しましたとかってやったら話は違うけど、そういう状況じゃないじゃん。そうね。ってなると集団戦に合流してできるのが、例えばアリスタとかオラフとかウディアにスタンカードを投げて味方とフォーカスで倒すっていうやり方になるでしょ。うんうんうん、待機してたね。ってなると、うん、まあ、こっちにも被害が出るわけよ。例えばヌヌとかニラリーとかエズとか、まあ、その状況で勝った後に、まあ、勝たないと思うよ、まあ、正直これは。勝った後に何ができるかっていう話なんだよね。でミッドのオブジェクトない、トップのファーストタワーない、ボットレーンは飛んできたばっかだからいけないってなっちゃったら、果たして何をするのかってことなんだよ。あ、じゃあ勝って何するのって感じ。その4号で当たられたとこからスタミが飛んで 5-0 クリーンエースバロン取れるっていうんだったら別にいいよ。そうじゃないじゃん、うん、取れるもんが前から言ってるような。なんか俺それ前思うライジンから聞いた気がするわ。まあそのオブジェクトが起こせるところ難しいよ。そうなんかオブジェクトを取るための集団戦ってさ、むずいぜ。まあ、しかもさらにそれで負けたらさバロン取られるわけ。まあそうね、集団戦を起こされてので、戦果はボットレーンが押してただけみたいな、うん、分が悪いじゃん。なんかやる必要がない。ミッドタワーおられること多いもんな俺、それを意識してなくて。いつもね、なんかそうボットタワーが先に、うん、折ったり折られたりしたらスワップしちゃうんです。俺がボットに行って ADC をミッドに任して、ミッドの敵ミッドのプッシュ力に負けてタワーが折られるってことが多いから、めっちゃ多いそれ。まあミッドタワー折れるだろうね。 ADC が守れるタワーじゃないからな、ミッドのタワーって。まあ勝ってる、ボットが勝ってローテートしてきたんだったらワンチャン守れる可能性ある。その守れる状況っていうのがどういう状況かっていうと、スタンミがボットタワーを殴ってる時は折れるよ、守れる。でスタンミはなんでそこまで押せないかっていうと、そのリバーとその味方のジャングルの視界が取れてないから、そこまで押すと危ないわけ。ジャングルが襲ってきたりするから、まあ、下がるね俺はいつも。そうってなると、ミッドがなんかボットの上は押し込んだけどミッドは押されてますよっていう状態になるじゃん、うん、ってなるのが繰り返されてるといつか折れるわけよ当然。もうめっちゃ記憶にあるそのシーン。ちょっと繰り返してると折れるんだよな。俺は狙ってんのはなんかそのミッドでの集団戦なんだけど、そのウルトで飛んでね、さっき言われたことに戻るじゃん。さすがにそこには気を使うじゃんみんな。 TF がボットをしてるから、まあ、飛んでくる可能性はあるだろうし、でも、まあ、ウェーブを押すだけだったら別に押せるじゃん。で ADC 前に出てウェーブクリアするわけにいかないから、そういう形になるよね。それをどうにかするんだったら、まあ、押せるような状況を作るかだよね。だからビジョンコントロールをサポートとジャングルが、そのボット、ジャングル、リバーサイド、ドラゴンサイドにしっかりしてれば TF がプッシュできて寄れる状況ができるかもしれないわけ。そうね、俺も怖くないしね。っていうのができるんだったら別にやってもいいかな。だからアシストピングをそこら辺に焚いてワード刺してもらってスプリットするっていうのはありだよね。 ADC がもし負けてローテートしてきたりとかしたら、それでボットのファームが見過ごせない量になっちゃったら、それをやるしかない。なるほどなるほどなるほど、その2パターンね。そうワーディングができてタワー殴れるとき
とスプリットプッシャーが機能してないとき、うん、まあ、あとは3つのプッシュをどのタイミングで行うかっていうのがかなり重要かな、 TF は。よしよし、これのマクロが共有できてるかできてないかは別にいいんだよね、その環境において。うん、この正しい動きをするっていうのは別にその試合中にもできるわけよ。自分が何をしたいのかっていうのを相手に伝えることが必要。要するにスプリットしたいんだけど視界がなくて怖いから視界取ってくださいっていうのがしたいことで、チャットセンターな、まあ、チャットまでしてもいいけど、まあ多分アシストピンだけで割と理解してくれると思うんだよな。ほんとオンマイウェイ出してアシストピン出せば、まあもう怖いなっていうところから視界取ってくれるんじゃないかな。あとはアウトリンケット持って視界取ったりね。俺めんどくさいから自分でいつもアウトリンケット置いて視界コントロールするけど、ああ俺も TF の時はアウトリン持ってる。以上ですね、すいませんね、お時間を取らせてしまって。まさか動画も撮らず配信外でこんなに喋ることになると思わなかったこの録画俺使うからそうですか、使わせていただきます。どうぞ。じゃあ今日はありがとうございました。はい、またお願いします。頑張ってください。頑張ります。では、はい、ではお疲れ様でした。 Thank you, thank you. ありがとう。